イドラ級解剖戦艦、イドラ級解剖戦艦は、ギリシャ海軍の解剖戦艦の艦級である。ギリシャが、オスマン帝国海軍に対抗すべく、フランスに3隻が発注され、建造をされた艦級である。本級は19世紀末から20世紀初頭にかけて、運用されていた。なお、艦名は、エーゲ海のイドラ島、スペツエス島、コメイスペツアイ、プサラ島にちなむ。 本級はギリシャ海軍の再編成と近代化の先端として2隻の解剖戦艦の購入が計画されていたが仮想的国として長年の因縁であるオスマン帝国が海軍の一切をイギリスに一任していたため対抗としてギリシャ海軍はもう一つの大海軍国であるフランスに新型解剖戦艦を発注することとした本級が設計されていた時期フランス海軍では 装甲艦から全土急戦艦への移行機にあり、本級も装甲艦型の還元の高い戦隊に最新型の後部装填式のライフル砲を装備し、速力も同時期のアミラル防弾級や解剖戦艦、オッシュが16ノットのところ、本級は17ノットと優秀な速度を持っていた。建造はフランスのエシーデラローを社産ナゼール造船所にプサラが グランビルシャルアーブルゾウ戦所に、イドラとスペツハイがそれぞれ発注され、1891年に、イドラとスペツハイが2隻とも巡航し、遅れること1年後の1892年に、プサラが巡航して、同年に3隻とも、ギリシャ海軍で収益した。戦隊形状は、艦首水面下に昇格を持つ、還元の高い朝鮮首脳型戦隊に3本の、 マストと中央部に二本煙突を持つ、当時の一般的な解剖戦艦の形態である。本級は三本マストと二本煙突を持つターレット、取れる形式として、設計、建造をされた。艦首から構造を記述すると、朝鮮主導型戦隊であった、監視水面下には未だ昇格、ラムがついている。監視看板上に1番マストが立ち、戦体中央部の減速看板上に、 走行圧 300mm から 356mm にもなる装甲板をリベットで組み立てたバーベットを持っており、そこに加齢 27.4cm36 口径5層式ライフル砲を棒立てのついた単装砲画で片面1機ずつ計2機を配置した。環境と司令塔は左右のバーベットに挟まれるように、 中心線上に配置されており、その背後に前後に離された二本煙突が立つ。二本の煙突の中央には2番マストが立っており、その周囲は関西艇置き場となっていた。原則に2本を1組とするボートダビットが、片原に2組ずつ、計4組で運用された。2番煙突の基部で船首楼が終了し、そこから甲板1段分下がって3番マストがあり、後部甲板上に、 カネー二十七点四センチメートル、二十八口径、五層式ライフル砲を収めた、円筒状の単装手砲塔が後ろ向きに一機が、配置された。副砲の、カネー十五センチメートル、三十六口径五層、式ライフル砲は、艦首部に設けられた砲室に、単装砲がで一機、減速手砲が、ベッド下部の砲、各、ケースメートに、片弦二箇所の砲門が設けられ。 そこから片言2機ずつの計護機を配置した。他に、耐水来艇用に、シュナイダー 8.5cm、22口径5層、式ライフル砲を、単装砲がで4機。近接火器としてオチキス射精、オチキス 4.7cm、33口径、単装機砲を、監視艦パン上に、単装砲がで4機。同、オチキス 3.7cm、23口径。 単装機砲を4機、落ちきす3.7センチメートル、二重口径護連装機関砲を6機を搭載した。対艦攻撃用に35.6センチメートル、水中魚雷発射管を単装で艦首に1門、原則に片弦1門ずつ2門の計3門を装備した。この武装配置により、艦首方向に最大で27.4センチメートル砲2門15センチメートル砲3門。 左右方向に最大で 27.4cm 法2門 15cm 砲2門、完備方向に最大で 27.4cm 法1門 15cm 砲2門が試行できた。収益後に3隻ともマストの搬送設備を撤去し、頂上部の見張り所に昇降系を搭載するミリタリーマストとなったが、イドラとスペツァイは、 環境の背後に一番マストを移設して二番マストは、でした。イドラに比べ、スペツァインの階層の方が徹底しており、より全土急戦艦に近い艦姿となっている。搬送設備の撤去は、プサラも行われたが、プサラは、他二席と偽装が異なり、環境を基部として、背の低い一番マストを移設し、低い箇所に見張り台を設けて、耐水来艇砲を左右一機ずつ。 計2門を配置し、2番マストの高所に設けられた、見張り所に2門、背の低い3番マストも低い位置に見張り所を設けて2門を配置した。本級の手法は 27.4cm ライフル砲で、あるが、艦守側のものは、加盟1884年型 27.4cm、36口径5層式ライフル砲で、艦備側のものは、 カネー1881年型 27.4cm、28口径5層式ライフル砲で2種類で、砲身長が異なっていた。副砲は破壊力を重視して、カネー1881型 15cm、36口径5層式ライフル砲を採用し、これを単装砲がで5機を搭載した。その他に、耐水雷艇用に、 シュナイダー 8.5cm、22口径5層、式ライフル砲を、単装砲がで4機。近接火器としてオチキス射精、オチキス 4.7cm、33口径、単装機砲を、単装砲がで4機。同、オチキス 3.7cm、23口径、単装機砲を4機、オチキス 3.7cm、20口径5連装機関砲を6機を搭載した。 対艦攻撃用に 35.6cm 水中魚雷発射管を単装で艦首に1門、原則に片弦1門ずつ2門の計3本を装備した。収益後の1897年に 15cm 砲5機と 8.5cm 砲4機と 3.7cm 機砲4機を撤去、艦首側の 35.6cm 魚雷発射管を撤去した。 代わりに新設計のシュナイダー 10cm45 口径速射砲を単装砲貨で艦首に、元同社のシュナイダー 6.5cm50 口径速射砲を単装砲貨で艦首の方角に片言1機ずつ、船体中央部に片言3機ずつの軽発機を搭載した。また、近接として3 7連装機関砲4機追加し、 艦首に 38.1cm 魚雷発射艦1門を搭載した。1910年には副武装としてシュナイダー 15cm45 口径速射砲が単装砲がで5機が搭載され、その後、1915年に 15cm 速射砲2門が撤去され、代わりに近接火器として落ちきす 3.7cm 23口径単装機砲が6機に更新された。本級の装甲板は、鉄製で、チーク材の上に、リベットで貼られた。水栓部には、艦首と艦尾は 114mm、船体中央部は、末端部 300mm から、最圧部で 356mm へとテーパーする、水栓部装甲が貼られた。減速装甲と接続する、 主パンの防御は5 1ト、mm、ルで、その上の主砲塔の基部、バーベットは最大で3 0 5ト、mm、ル装甲で防御され、後部砲塔は前立が3 5 6ト、mm、ルで、側面は3 0 5ト、mm、ルの厚みがあった。複砲の収められた砲角は1 2 0ト、mm、ル、装甲であった。本艦の主ボイラーは石炭線小炎艦4機を搭載したが、 間質分離配置を採用しているために2本の煙突は前後に広く離されているのが外見上の特徴となった。これに推進機関として直立型4気筒3段膨張式レシプロ機関2機を組み合わせ2軸推進で最大出力6700馬力で速力17.0ノットを発揮した。燃料の石炭は690トンを搭載した。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。